5月の壁面飾りです。早めに作っておき、季節の変わり目にパッと張り替えましょう。それぞれの飾りの作り方はコメントの URL をご覧ください。まず台紙です。巻いてある台紙を伸ばしたら、これを壁面に貼ります。次に飾るものです。藤の花、鯉のぼり、あやめなど、これを貼っていきましょう。まず藤の花は上の方に藤棚に見えるように貼ります。あやめは下の方に散らしていきます。これはキラキラの8枚羽根風車、矢車の代わりに使います。この鯉のぼりはぐにゃぐにゃと曲がります。壁面に合わせて泳いでいるように貼りましょう。これで完成です。次は片付けの仕方です。先ほどの逆をします。まず鯉のぼりを外して、小さな部品も外して、あやめ、藤の花、これを袋か箱の中に入れておきます。背景は外したらくるくると巻いて片付けます。これをセットで置いておき、次の年は少しレイアウトを変えて使います。